3月27日、アメリが12歳になりました。アメリのお誕生日なのでケーキを作りました。見栄えはともかく美味しいはず。
違う、それもね、一回入った。違う、もう入った。いろいろあり、病院を変わり腎臓に嚢胞があったことが分かったアメリちゃん。嚢胞が大きくなり、2年前ドレナージを入れるという胴内20日もという手術を受けたアメリちゃん。術後の経過も良好、元気に過ごしています。12歳も楽しく元気に過ごす予定のアメリちゃんです。元気なアメリちゃんとお姉さんのルイズを応援していただけるととっても嬉しく思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。